これはもう真っ黒けやな。あ、いいですね。そんなのついてんだ。ついてんすか？え、まさかこのこれ？いやいや、めちゃめちゃ見えるやん。いや、もう一回フィルムやりたいこれ。サイルさん、はい、僕たちもう一本ずつフィルムを入れ直しました。はい、なぜかというと、はい、新しい機能が見つかったからです。エグさん、そんな機能はありますか？まずエグさんが発見しましたね。はい、どういう機能でした？レンズで見えるっていう、ちょっと向こうが大写しに見える、はい、こうちゃんと拡大で、はい、拡大して見えるっていう、この機能ですね。はい、これ蓋の裏側に隠れてたんですよ。エグさんたまたま見つけましたけど、たまたま見つけました。エグさんは望遠機能ついてますよ、はい、っておっしゃいましたね。はい、こちらのカメラマンさんが、こちらのカメラマンさんが、え、それフォーカス合わすときに大写しにできるやつですよって教えてくれました。はい、めちゃめちゃ便利やん。うわ、ものすごいよく見える。はい、小野坂さんのもついてます。嘘でしょ、バチャ。めちゃめちゃ見えるやん。なんで言えへんかった今。なんで自分言えへんかった今まで。ずっと黙ってたんですよ。なんで知ってんのに言えへん。な、俺ものすごい苦労してたでしょ。全然見えへんな、勘で押そうみたいなこと言ってた。これ今つけたらバッチリ見えんのよ。いいですか。便利でしょ、それじゃないねん。言えや。やっぱりもうね、こういうカメラ撮ってる人たちは昔のカメラのことあんま知らんやろうから聞いてもね、あれやろなと思って、プロのカメラマンでも知ってんやったら言えや。バチバチに知ってらっしゃいましたね。バチバチやん、どこまでも撮れる。なあ、これすげえビタわ。言えや。一本撮ってみましょう。やっちゃいましょう、もう。はい、めちゃくちゃ見えるわ。全然ちゃうやん。いや、嘘やろ、くっきり。いやいやいや、なんぼでも撮れるわ、こんな。いいっすね、東京タワー、めっちゃ綺麗に見える。めっちゃブレてるな、今まで撮ってる写真こんなん全然写ってないで。若干ブレますね、やっぱりね。いやいや、これ撮りやすいわ。あ、こんな撮りやすいかね、しかし。あの人たち、フォーカス合わせてないのかなと思ったよな。なんでかなって。あの人たち、なんで機能使わないんだろうな。フォーカス合わせてないのかなって思ってて。いやー、くっきり、めちゃくちゃ写しやすい。もうフィルムが進む進む。フィルム進むくんやで、こんなの。なんか肉眼で見てても、はい、東京タワーくっきり見えてきた。目良くなってるんじゃないですか。なあこれ。このカメラの機能なんや。江口くん大変やん。レインボーブリッジ電気切れた。電池切れや。電池切れ。レインボーブリッジの電池切れや。嘘。ああ、そんなことありますか。電池切れしたレインボーブリッジいただきましょう。レインボーブリッジ
電池切れました。俺のフィルムも終わりました。なんてこった。江口君、変なとこ噛んでもうた。江口君、俺のカメラ変なとこ噛んでもうた。なあ江口君、ちょっと今江口君集中してるんですか。笑わせないでくださいよ。助けて、変なとこ噛んでもうた。変なとこいじったら変なとこ噛んでもうた。ごめんごめん、撮って写撮って。いやもう本当にやめてください。もうカメラ戻ってけへん。あ、戻ってきた。パチリーンって戻ってきた。ちょっと集中してるんですから、こっちはもう全然集中力なくなっちゃった。もうもう何やこの機能。いや早く知りたかったっすねこれ。早く教えてほしかったよ。そりゃこれ、いや昔これそういや使ってたな。これなんかこうやったら楽やねんなみたいなことを言うてたような気がするな。これいやピント合わせめちゃ楽やんけ。なんこの機能。さすがアナログカメラは違うな。なあ、うるさいんですよ。全然集中できないんですよ。あと1枚しかない。これラストですから。どこですか最後。最後はもうこの東京タワーをまっすぐね、バチコンとやりますから、これ任せてください。もうこれで一番綺麗な、絶対揺らさないようにしてくださいね。もう本当にあの東京タワー私も欲しい。江口ちゃん、あの東京タワー買って。買うから静かにしてて。戻ってこないこれ。東京タワーで愛をつけんな。大口くん、はい、締め第2回。そんな締めますかっていうぐらいね。新しい機能を知ってからの僕たち、確かに生まれ変わりました。はい、ものすごく見やすくなって、めちゃくちゃ見やすかったです。そして進むすぐ撮れちゃいましたね。約5分ぐらいで全部撮り切ってしまいました。あっという間でしたね。どうでしたか。いやまあこれが、うん、そのピント前と5で、そうだね、どう違うのかもちょっと見てみたいですね。あとシャッタースピードをいろいろ変えながら撮りました、はい、あ、一応変えました。おー、なるほど、はい、でどれが成功してるかっていうのもね、はい、いろいろあるから見てみたいです、ね、はい、もうこれはもうあとは出来上がりですからね、はい、現像が、はい、楽しみです。早く来い。早く来いって。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。